ことぶき産院事件とは1944年4月から1948年1月にかけて東京都新宿区で起こった緑後の大量殺人事件。被害者の数は103人というのが有力だが、正確な数は判明しておらず、推定被害人数は85人から169人の間とされる。第二次世界大戦後のベビーブームのおり大量のエイジが、 ことぶき産院に預けられていたが、同院では栄治に対する虐待が状態となっており、また、投資、餓死、窒息死など様々な死因で亡くなっていた。ことぶき産院を経営する夫婦は乳幼児をもらい受けるなどとした新聞広告などによって200人以上の乳幼児を集め、親から一人につき4000円から5000円の養育費と東京都からの補助金と配給品を 受け取りながら配給品を闇市に横流しするなどして食事をろくに与えずに100人以上を死亡させた。被害星被害児らの骨は埋葬もされず倉庫の米別の中にしまわれていた1948年1月12日偶然パトロールしていた警官二人が東京新宿区弁店長で夜中に未完箱を運ぶ葬儀屋に大使事情聴取を試みその中に 英治の死体4体が入っていることを確認した。1月15日、新宿区柳町で受産院を経営する主犯の石川美雪と夫の武氏が殺人容疑で逮捕された。美雪は東大医学部三場講習課を経て三場となり、牛込三場会の会長を務めていたほか、新宿区議会議員選挙に出馬したこともあったが、落選している。武氏は、 憲兵軍曹から警視庁巡査も務めたことのある人物だった。葬儀屋は釈放されたが、夫婦と助手の3人は起訴され、診断書を偽装していた医師の中山志郎もまた起訴された。死亡届を簡単に受理していた新宿区役所の態度にも疑問が示されたが、当時の新宿区区長や当該課長は、書類を見て判断したとコメントした。東京地方裁判所は、殺人罪については、 証拠不十分として、無罪とした上で、みゆきに、懲役8年、たけしに懲役4年、女子は、無罪、中山には、禁錮4年の判決を言い渡した。1952年4月、東京高等裁判所はみゆきに懲役4年、たけしには、懲役2年の判決を下した。主犯夫婦たちのその後は確認できず、とぶき参院のあった現場は、現在空地になっている。 この事件について、当時は、子供の出生から判断され、世間では、殺されても仕方がなかったとの声もあったが、この反応について評論家の宮本ゆり子は、1948年1月23日付の、赤旗にて、正当な子供、正当でない子供というのは子供にとってどんな区別があることでしょうと述べていた。英治たちの遺体は、現場近くの総園寺に土葬された後に無煙等に、 映されが塗装され、塗装された場所には、異例地蔵が混流されている。ありがとうございます。